慶應義塾大学ベルリン工科大学の柴慎太郎ですイベントカメラを用いたオプティカルフロー推定に関して発表しますイベントカメラは画像の輝度が変化した時だけ非同期的に信号を生成する生物の網膜にヒントを得た新しいセンサーですこれは発表者がサッカーをしている時の実際のデータ例です左側フレームカメラは一定の時間間隔で画像を取得しますしかしこのシーンでは 画像の輝度が変化しているのは動いているサッカーボールと人物だけです。背景のドアや壁は動いておらず、従って変化しないので、右側、イベントカメラはこれらの画素についてデータを生成しません。フレームベースのカメラに比べ、イベントカメラはよりデータ効率に優れ、ダイナミックレンジが広く、動きのブレが少ないという特徴を持ちます。これらの特徴を生かして ななアプリケーションにに実際に使われれ始めたたりり研究がなされたりしています例えばこの例ではそのデータ効率性を生かして南極で実際にペンギンの長期行動観察に使われていますまたダイナミックレンジを生かしてこれまでのフレームカメラでは難しかったようなシーンで研究がなされていますその低いレイテッシュを生かして高速で動くような物体に対してのアプリケーションも考えられます フレームベースのカメラは対象物が何であるかを認識するのが得意で、イベントカメラは動きがどこにあるかを推定するのが得意です。しかし、そのデータ形式は全く異なります。フレームは本質的にピクセルの配列データですが、イベントはピクセルの位置、タイムスタンプ、そして軌道の変化がひとまとまりになったストリームデータです。この違いは、イベントカメラから得られた情報をどのように処理するかという コンンピュータビジョンの在り方を考え直させられますオプティカルフローは動きを表現するための基本的なコンピュータビジョンのタスクの一つですフレームベースのカメラではオプティカルフローは2つの時刻間の画素の変異として表現されます現在の時刻 t1 でこのようなフレームが得られるとしますするとフローは t1 から次の時刻 t2 までの 各ピクセルでの変異となります典型的なオプティカルフロー画像では右上のように色相がフローの方向、サイドがフローの大きさを表します。では、イベントカメラからどのようにオプティカルフローを推定すればよいのでしょうか。コントラスト最大化はさまざまなタイプの動きを推定するための強力なフレームワークです。これは以下のように動作します。 イベントがエッジの運動を与えた場合イベントをその軌跡に沿って基準時刻にワープさせることができます。これによりワープしたイベントの画像が得られます。そして画像の分散や勾配の2乗の大きさなどのコントラスト関数を用いてイベントの整列とアラインメントを測定します。最後に最適化アルゴリズムにより 位置合わせを最大化する運動パラメータを求め最終的にシャープな画像を生成することができますしかしコントラスト最大化にはイベント崩壊という問題があります例えばこのシーンは室内を飛行するドローンのデータセットです入力イベントは左のように可視化できます ここで仮定する動きをエゴモーションとして推定した場合ワープしたイベント画像のコントラストが最大になるのは画像平面から離れるような動きです結果としてワープはイベント全てを画面中央に押しやり最大コントラストを得ますこれは望ましくない結果でありデータに対するオーバーフィットと見ることもできますこの多くのイベントが1つのピクセルに縮退してしまう現象がイベント崩壊と呼ばれます逆に例えば 画面全体で同じ速度を仮定できるような場合や回転運動のみを推定した場合にはイベント崩壊は原理的に起こりません。オプティカルフローの推定でも同様の問題が発生します。コントラスト再来化法は教師なし学習に用いることも可能ですが、学習されたオプティカルフローは右のようにイベント崩壊が発生してしまいます。いくつかの先行研究では損失関数を適用させようとしましたが、 それらははかななりり不安定でで解釈もも容易なものではありませんイベント崩壊は運動の自由度と仮説によって発生するため最適化、教師なし学習両方においてコントラスト最大化をどのように拡張すればイベントカメラのオプティカルフローに適用できるか分かっていませんでした。ではイベント崩壊せずにオプティカルフローを推定するにはどのようにすればよいのでしょうか。 この課題に着目して3つの改善を行うことで提案手法は単純な最適化手法によって既存の学習ベースの手法を全て上回る精度を達成します1つ目の提案は多時刻参照ワープですあるエッジが左から右へ移動しているとしますイベントここで青い四角形は同様に左から右へ生成されます イベント崩壊するようなケースでは、このオプティカルフローの矢印が全てのイベントを中央の画素に押し込んだ結果、コントラストが最も高くなります。このことは実際のデータでも確認することができます。推定されたフローはかなり不規則に見え、互いに逆方向を示しています。その結果、イベントが少ない画素に集中してしまうのです。提案は非常にシンプルで、 任意のの基準時刻にイベントをワープさせるというものです本来推定すべきフローは基準時刻が最初のタイムスタンプだけではなく途中や最後のタイムスタンプなどデータ内の任意のタイムスタンプでシャープなワープ画像を得られることが望ましいと考えましたこうして推定されたフローはより規則正しく見えるようになりますこれはより複雑な実世界のデータをアニメにしたものです 左側は入力されたイベントを時空間的に表現しています緑色の基準時刻に対して正しいフローでイベントをワープすると右側に見られるようにいつでもワープ画像がシャープになります。また参照時刻が動いているためこの標識や車に見られるようにワープした画像も動いています。 これによってオーバーフィッティング、イベント崩壊を大幅に防止し、推定を向上させることができました。次の提案は時空間フローです。最初に述べた通り、フレームベースのコンピュータービジョンでのオプティカルフローは、2つの時刻間の画素の変異として定義されました。ここの例では、異なる時刻の2つのフレームがあり、フローはピクセル 1x の関数で、 時刻 T1 で一度定義されますしかしイベントデータは基本的に2つの時刻間のストリームデータです。時刻はより連続的に扱われ、データも時空間として表現されます。従ってフローもそうあるべきです。イベントベースビジョンにおけるオプティカルフローとは、2つの時刻間における画素の奇跡であり、フローは空間 x と時間 t の関数として定義することができます。 もう一つ実例を紹介しますシーンは高速で移動する車でこの車の後ろには車庫とドアがありますこの時従来のフローすなわちピクセル1の関数ではこのオクルージョンをうまく処理することができません一方で画素と時間の関数である提案された時空間フローではこのオクルージョンをうまく処理し車とガレージの両方のエッジをシャープに表現することができます 我々はこの時空間フローを変微分方程式式で定式化しましまたこのフローはフローそのものを次の時刻に伝播させるものとして記述できます。最後の提案はタイルベースマルチスケールでの推定です。古典的なフレームベースのアプローチに着想を得てまず粗いタイルからその次に細かいタイルへの推定を提案しました。 まずシーンのグローバルフローを推定します。次に画像を1レベル細かいタイルに分割しまた推定を行います。アブレーションによってこのマルチスケールが収束性を大幅に向上させることが分かりました。これらの提案の結果は実は私たちにとっても驚くべきものでした。これは MVSEC ベンチマークでの比較です。このシーンは屋内で飛行するドローンによって撮影されたデータで、 イベントカメラは 346×260 ピクセルのものです。一番左側にもともとのイベント、上段にそれぞれの手法で推定されたフロー、そして下段にそのフローを用いてワープしたイベントの画像を示しています。提案されたシンプルな最適化ベースの手法は、これらの自己教師ありや教師なし学習の手法と比較して、より良いフローとワープしたシャープな画像を実現しています。 定量結果の比較では、屋内シークエンスにおいては教師ありや自己教師あり学習を含めた全ての既存手法の中で1位、屋外シークエンスでは教師なし学習と最適化ベースの手法の中で1位の制度を達成することができました。提案手法は教師ラベル GT の限界を克服することもできます。これは MVSEC の屋外シーンで、 車にに取り付けられれたたイベントカメラによって撮影されたデータです GT はライダーで検査されるため、その視野角、距離、空間解像度や時間解像度によって多くの画素が欠損しています。提案手法では、そのような GT のない画素でもシャープな画像を復元することができます。これは DSEC ベンチマークでの推定結果です。DSEC は同じ車の運転シーンですが、 より高解像度なイベントカメラで撮影されました MVSEC と同様に画像上の多くの画素で GT が欠損していますが提案手法ではそのようなシーンでも鮮明なエッジを復元することができますこの GT の限界は教師あり学習に影響を与える可能性がありますこれは DSEC ベンチマークの他のシークエンスでの比較です 真ん中に示されている教師あり学習はラフトアーキテクチャのイベントデータ版ですがこれは GT で学習を行いますしたがって GT が存在しないような動的な物体や道路上の画素では学習できずテスト結果でも妥当なフローが得られませんそれに対して提案手法は最適化ベースの手法のためこのような画素に対しても良好な推定が可能になっていますこれは同じシーンで フレームカメラとの比較を示しますこのようなトンネルのシーンでは従来のフレームカメラは安定したクオリティのデータを得ることができません。それに対してイベントカメラでは左上取得した生データの段階から例えばトンネルの向こう側の道路がどうなっていてポールが何本あるかなどが分かります。提案手法はこのようなシーンも安定してフローが生成できまたシャープな画像を復元できるため 例えばこの例ではトンネルの内壁に何が書いてあるかなども見ることができますそして最後にここでの提案をすべて教師なし学習に用いることができますここではフロネットアーキテクチャを用いて提案した損失関数によって教師なし学習を行いました その結果他の教師なし学習手法と比較して競争力のある結果を得ることができましたこの発表ではイベントカメラとコントラスト最大化の紹介を行いましたその次にコントラスト最大化におけるイベント崩壊を分析しイベントデータの時空間的性質から導かれる原理的なオプティカルフロー推定手法を提案しました提案手法は ベンチマークで製造オブジェアートを達成し、正解ラベルの限界を求め、定期し、また教師の資格集に転移可能であることを示しました。実装はオンラインで公開されています。本日はありがとうございました。